안녕하세요저는고마토야스시라고합니다만나서반갑습니다한국말을굉장히잘하시죠しばらくの間この時を持たせていただいたことを本当に感謝しています잠시시간이시간을주십에대해서감사를드립니다今日の第1回目のテーマとしてあなたの若い日にあなたの創造者を覚えようというテーマで話をさせていただきたいと思います첫번째시간에내청년의때창조자여호와를기억하라고는제목으로말씀을나누고자합니다福のテーマとしていかにして救われたのかということで話をしたいと思います부제목으로어떻게해서내가구원받았는가하는것에서말씀을드리고싶습니다まず最初に聖書を見てからそしてしばし自分の証しをさせていただきます먼저성경말씀을보고에대한간증을드리도록하겠습니다皆様方お手元の聖書の伝道者の書の1章の1節から3節までを見ていただけるでしょうか여러분들이가지고있는성경전도서1장1절부터3절까지보도록하겠습니다じゃあすみませんが読んでいただけでしょうか제가읽어보도록하겠습니다시작다윗의아들예루살렘왕전도자의말씀이라전도자가가로되헛되고헛되며헛되고헛되니모든것이헛되도다사람이해아래서수고하는모든수고가자기에게무엇이유익한고はい、これは有名なソロモンの書いた言葉であります이것은솔로몬이하신말씀유명한말씀입니다日本人の中でもし聖書66巻のうちに最も親しみやすい聖書があるとすればこの伝道者の書になると思います일본사람들중에이성경가운데에서가장친숙한내용이있다고하면은이성경66권있는데바로이전도서가되겠습니다일본には仏教が非常に盛んであるからです왜냐하면일본에는이불교가대단히많습니다その仏教のお経の中に般若心経というお経が一番有名です이일본의그불교가운데반야심경이라고는그종교가가장유명합니다それはお寺に行った時に多くの日本人たちはその般若心経を写してノートにしていきます그런데이일본사람들이이제불교절에들어갈때그입구에서그반야심경이것을보고자기공책에이제베끼기도합니다손나가니시키소쿠데쿠쿠소쿠데시키という言葉があります거기에시키소쿠라고는그이제허무하고허무하다고는구속적인이란말이나옵니다의미와이세상의모든것은다무너진다ということです그의미라고하는것은이세상의모든것은헛되고헛되도다하는의미가되는것입니다そしてまた虚しいものはこの世の中だということで使われています그리고헛된것은이세상의모든것이라고사용을하고있는것입니다ですからこの伝道者の書っていうのは日本人にとって読んでみてすぐにわかる言葉であります그래서일본사람들이이전도서를읽어보면아그런얘기라고나쉽게이해를하는것입니다ソロモンも同じように人生の虚しさをこのところで語っています。ソロモンも마찬가지로人生の허무에대해서여기에서말씀을하고있습니다。ご存知のようにソロモンは全てのことを自分で成し得た男であります。잘아시는대로ソロモンは자기가모든것을경험한남자입니다。彼は知恵を求めました。その知恵が与えられました。그는지혜를구했습니다그랬을때지혜를얻게되었습니다쾌락을求めたら쾌락も与えられました또쾌락을구했더니쾌락도경험을했습니다そして事業もそして家もそして女の人も自分の自由になることができたのです또한사업도또한여자도또한부도자기가구했을때모든것을얻게되었습니다しかし全てのものを得た時にその全ては虚しいと彼は言わざるを得なかったのです그는모든것을얻고나서그의고백으로말미암아서모든것이헛되도다할수밖에없었습니다彼にとって人生とは何であったのでしょうか그에게있어서인생이라는과연무엇이었는가하는것이었습니다一言葉で言えば人生とは虚しいというこの言葉に尽きてしまいます이한말로말하면인생이라는것은허무하다헛되도다하는것으로마침표를찍게됩니다そしてソロモンの最終的な結論はどこに行ったんでしょうか그렇다면ソロモンの最終的な結論は무엇일까요伝道者の書の12章を開けください전도서12장을열어보시기바랍니다
12章の1節から1節から1節をお読みください。전도서12장1절을읽어보도록하겠습니다。너는청년의때곧곤고한날이이르기전나는아무낙이없다고할해가가깝기전에너희창조자를기억하라これがソロモンの出した伝道者の結果であります。이것이솔로몬이기록한전도서의결과가되는것입니다あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと彼はこのように言いました。너희가청년의때너희창조자를기억하라고는말씀인것입니다すなわち若い時に自分の作り主を覚えよと言ったのです。결국청년의때에자기를구원한이분을기억하라고하는것입니다自分の人生は失敗であった자기인생은실패의인생이었다는것입니다それはなぜか그건왜그렇습니까それは若い時にこの創造者を覚えなかったからだって言ったのです그것은청년의때에창조자여호와를기억하지못했기때문인것입니다年を取った時に自分の人生が本当に虚しかったもっとなぜ早い若い時から神様の前に従わなかったんだろうかと彼は後悔をしたのであります。이제그가나이가들고나서자기인생에살아온것을돌아볼때정말허무했었다그렇다면왜내가청년의때에창조자를기억하지못했는가이런걸생각할때허무한인생이라는것을고백을했던것입니다だから私のような人生を送ってはいけない皆さん多くの方々がこの神様を知ってくださいというのがソロモンの大きな目的だったんです그렇기때문에솔로몬은나와같은인생을보내지말라정말하나님이나를구원해주신이창조자를기억해야된다여러분들은이것을꼭기억하십시오하는의미에서말씀을하신것입니다そのことを考えると私はもう若い時にキリストを信じることをできたことを非常に大きな喜びと思っています이런것을생각해볼때제가청년일때이그리스도를믿었다는것에대해서저에게큰기쁨이됩니다私は大阪にある一つの高等学校に進学しました저는오사카에있는어느고등학교에진학을했습니다それは商業高校というところです이것은상업학교였습니다それは大学を行くことを目的としたのではなく一般的な商業いわゆる社会人となることを目的としたのであります이상고라고하는것은대학에진학하기위한학교가학교라기보다이제상업을사업적인상업적인면을배우기위한학교가되는것입니다なぜなら이와아무리経済的に豊かでなかったのでどうしてもそのようなすぐに社会人になる学校を選ばなければなりませんでした왜냐하면저희가정이대단히가난했기때문에내가학교를졸업하고바로사회인이돼서이러한상업적인면으로눈을돌리려고했던것입니다そして私は好きでやったブラスバンド部に入ったのです그런데제가그때제가좋아했던브라스밴드에들어가게됐습니다しかし長く続きませんでした그런데그것이오래지속이되지못했습니다もう数ヶ月でやめてしまったんです몇개월후에그것을그만두게됐습니다そうすると自分のやっていたことというのは全く虚しくなったのであります그래서그때제가느낀것은내가지금까지해온것이모두가다허무하구나헛되구나이런것을느끼게됐습니다뭐대학にも行くことができない대학교도들어갈수없고동시에自分の好きなクラブ活動さえやめてしまった또내가하던그클럽도이제그만두게됐고私の人生は非常にその時から暗くなりました그때제인생이상당히어두움에빠지게되었습니다その時から私は本が好きになりました그때부터저는책읽는것을좋아하게되었습니다家に帰ってから本を読むのが毎日の日課になったのです집에돌아가서는책을읽는것을매일의일과가되었습니다しかもその本の内容というのはみんな暗い本ばっかりでした그런데그책의내용이라는것은모두가다어두운내용의책들이었습니다ですから私はロシア文学であるとか中国の文学であるとかそういう本の内容を一生懸命読むようになったのです그렇기때문에그때당시에러시아의문학이라든지중국의문화이러한책들을열심히읽게되었던것입니다そうこうしているうちに私はだん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 と自分の人生が嫌になってきました그러는중에점점점내인생에대해서실증을느끼게됐던것입니다何のために生きてるのか何のために仕事をしなければならないのかと考えるようになったのです무엇때문에살아야되고무엇때문에일을하지않으면안되는지이런것을생각하게됐던것입니다何のために高等学校に行かなければならないのか무엇때문에이고등학교에들어가지않으면안되는가毎日毎日学校に行くこと自体が虚しくなってきました이매일매일학교가는그자체가
허무한것같이느꼈던것입니다동시에성적도下がっていきました그리고동시에성적도점점내려갔습니다そんな時に自分の人生というのは意味がないと結論づけたのです그럴때내인생이라는것은의미가없다하는결론을내리게됐습니다その時から自殺について真剣に考えるようになりました그때부터저는이자살에대해서신중하게생각하게됐습니다皆さん大体高校から大学の時に一度は自殺について考えるものです사람들은보통고등학교에서대학교이시절에한번쯤은자살에대해서생각을합니다それは決して悪いことではないんです그것은결코나쁜생각이아니라고봅니다なんだ人生を真面目に考える時期っていうのはそのような高等学校とか大学の時でないとなかなかゆっくりと落ち着いて自分の人生を考える時がないからです왜냐하면인생에대해서자기인생에대해서신중하게생각하는이때는고등학교나대학교들어갈그무렵에생각해야할필요성이있기때문입니다しかし私に与えてくれた文学というものはそれに解決を与えてくれるものではありませんでした그런데내게주어진문학이라고하는것은나의인생에대해서해결책을주는것이아니었습니다なぜなら私の読んだ本のそれを書いた人自体が自殺をしている人たちが多かったからです왜냐하면내가읽은책그러한책들을저자들이자살한사람들이많았기때문입니다다다이오사무という유명한작가가있습니다다다무시라고는유명한작가가있습니다그는인간失格という本を書いて自殺をしました그는인간失格이라고는책을쓰고자살을했습니다가와바타야스나르という日本人として노벨文学賞をもらった学者もいます가와바타와다라고는사람이일본의문학소설을쓰고그가문학상을받았지만그것도자살을했습니다しかし彼も自殺をしてしまったのです결국그는자살을하고말았던것입니다そのように多くの文学を見ても文学者を見てもたくさんの人たちが自殺의道へと走っているのであります그많은문학이런책들을보더라도대부분이그들이자살을하고말았던것입니다ですからこのような私が自殺を考えても決して不思議ではないのです그렇기때문에내가이자살에대해서생각을한다하더라도이것이이상한것이아니었습니다そんな時に私の担任の先生はクリスチャンでした그런때저를담당했던담임선생님이그리스도인이었습니다その先生も同じような暗い人生を送ったことを授業中よく話をしてくれました그선생님도수업중에자기도이렇게어두운세월을보냈다는얘기를수업중에자주말했습니다しかし今その先生の顔を見ると明るくて楽しくて喜びでいっぱいに満ちているんです그런데지금그선생님의얼굴을보면항상밝고즐겁고기쁨으로가득차있습니다そして自分がクリスチャンだということを堂々と言うのです그리고자기가그리스도인이라는것을당당하게말을합니다私は羨ましいなと思いました저는그때그선생님을보면서참부럽다고느꼈습니다その人の人生を聞いた時に非常に暗い人生で私とよく似ているのにもかかわらず그인생을생각해볼때그어두운시절이있었고나도어두운시절나와비슷하구나하는것을생각하게됐습니다しかし今なんでそんなに喜びに満ちているんだろうかと不思議に思うようになりました그런데지금왜이렇게기뻐하는지그것이이상하게생각이되었던것입니다そして私は少しばかりその方の読んでる聖書というものを読んでみたいと思うようになりました그래서제마음속에조금은아그가읽는성경을한번읽어보겠다이런생각이들어갔던것입니다家に小さな新約聖書があったのです우리집에작은신약성경이있었습니다それは私の姉が中学校卒業してもうすでに働くようになっていました그것은제누나가중학교를졸업을하고바로일을하게됐던것입니다아내와私とは10年の差があります누나와저는10살차이가있습니다しかし아내와成績は優秀だったんですけれども家が貧しかったために学校に行くこと高等学校に行くことができなかったのです누나는항상학교에서이제우승상장을받았는데집이가난했기때문에졸업하자마자일을하지않으면안되었습니다ですから아내は中学生を卒業した後すぐに働きに出るようになりました그렇기때문에누나는중학교를졸업하고바로직장을잡게되었습니다아내の行った会社っていうのはクリスチャンの経営している石鹸を作る会社でした누나가근무하는회사는그리스도인이운영하는그비누공장이었습니다そうするとクリスマスの時にケーキと聖書をもらって帰ってきたのです그런데이크리스마스때케이크와또성경을받아가지고왔습니다その聖書が家の本箱に入ってたのです
그 성경이 집에 있는 책장에 들어 있었습니다. 뭐 신문지 のようなところに印刷された赤ちゃけた聖書が新約聖書が入っていました。거기에 신문지와 같이 이렇게 되어 있는 그 작은 글씨로 되어 있는 빨간 성경책이 꽂혀 있었던 것입니다. 私はそれを一生懸命読みました。그것을 저는 열심히 읽어 봤습니다. だけども全然わからないんです。읽어봐도 전혀 모르겠어요。마태의복음서を読みました。그때마태복음을봤습니다。そしてマルコの福音書を読みました。그리고마가복음을봤습니다。そしてルカの福音書を読んだんです。그리고누가복음을읽어봤습니다。同じことが何回も何回も書いてあるんです。같은내용이거듭거듭기록이되어있습니다。私の聖書は間違ってるのかなと思いました。나는이성경이뭔가잘못되지않았나이렇게생각을했습니다。5000人の人たちに何パンを与えたということがマタイに書いてあれば。이5천명의사람들에게빵을나눠줬다이마태복음에기록이되어있다마르코의복음서에도そのようなことが書いてある그런데마가복음에도또같은내용이기록이되어있습니다また루카の福音書にもそのような書いてある또누가복음에도같은내용이기록이되어있습니다絶対私の聖書は乱調おかしい聖書じゃないかなと思うようになったのです그때저는느낀것이이성경은참이상한책이다이렇게생각할수밖에없었습니다페이지를もう一回見直しました그리고그페이지를이제다시한번읽어봤습니다しかしページはちゃんときちっとその通りになっているのです그런데거기에또똑같이되어있습니다そして使徒の働きまで読んだ時に全くわからなくなりました그리고이제사도행전까지읽었을때전혀알수가없었습니다こではいけないと思うようになったのです이거뭐읽어도별도움이안되는거라생각을하게됐습니다もっと知りたいんだけども全然自分には理解することができない意味さえわからないと思ったのです제가이성경을읽으면서더많은것을알고싶었는데이의미조차알수가없었던것입니다そうするとこの先生が行っている学校の中のバイブルクラスというのがあったのです그런데이선생님이학교안에서성경공부하는그런클럽이있었습니다そして私はそのクラブに入らせてくださいと先生に頼みに行ったのです그때저는그선생님에게나도그성경공부하는곳에들어갈수있도록해주십시오하고부탁을했습니다そうすると先生はものすごく喜んで明日でもいや今日からでもいいすぐに来るようにと言ってくれました그랬더니이선생님이아좋다고굉장히기뻐하면서내일부터라도아니면지금오늘부터라도오라고그런말씀을하셨습니다そのクラスはもう50人ぐらいの学生でもいっぱいだったのです이クラス는50명정도학생들이가득차있었습니다もう私たちの時代には学生たちが聖書の話を聞くというのがもう本当にたくさんいたんです우리시대에이제성경을읽는그런클래스학생들이꽤많이있었습니다そして2、3人の若い、2、3人の学生の兄弟、学生の生徒が話をした後、先生が話をしてくれるのです。그리고그가운데서하는것을보니까두세명의사람들이이성경이야기를서로나누고그다음에선생님이말씀을하십니다しかし私は全然わかりませんでした그때제가그모습을보면서전혀몰랐습니다今でも誰が何を話をしてくれたのか一言も覚えてません지금도그때일을생각해볼때누가무슨얘기를했는지한마디도기억을할수가없습니다なんか頭の中からその部分の記憶が全く抜けてます이머리에서그런부분들이다빠져나가고말았던것입니다しかし私は毎日毎日そのクラブが楽しくて行きました그렇지만저는그클럽이즐겁기때문에매일매일참석하게됐습니다みんな優しいんですね모두가다상냥하고친절했습니다本当に親切に親切にしてくれるんです모두가나에게친절하게대해주었던것입니다先輩たちは本当に優しいです이선배들이대단히친절하게해줬던것입니다ですから私は毎日毎日楽しみにそのクラブに行くようになりました그렇기때문에저는매번참석할때마다기쁨을가지고참석할수가있었습니다そして私はその後に教会にも連れて行ってもらうようになったのです그리고그다음에교회도갈수가있게되었습니다自転車で教会にまで通いました내가자동차를타고가까이있는교회에다녔습니다そこは外人の宣教師がいらっしゃいました거기에는외국인선교사가있었습니다本当に美しい奥さんもいました그리고아름다운예쁜그부인도있었습니다その方は本当に日本語の上手な方でした그리고이분은일본어를아주잘하는분이었습니다しかし私はそのことだけ覚えてるんですけども何を言ってるかはまだ分かりませんでした그런데그것만기억하지제가무슨얘기를했는지기억하는게아무것도없습니다だけども私は行くことが楽しくなったんです그렇지만여하튼제가교회가는것이즐거웠습니다そして私はもうクリスチャンになったとこう思ったんです그렇게함으로인해서나는이제그리스도인이되었다고생각하게되었습니다
됐습니다. 나 나라 교회에 가게 되었던 데스. 왜냐하면은 교회에 가게 됐기 때문입니다. 소스테 세쇼모 요미오 니났던 데스. 그리고 성경도 읽기 시작을 했기 때문에. 뭐 혹가니 나니가 필요 되쇼까? 이에 뭐 그리스도인이라는 게 뭐가 필요할까요? 나카라 와타시와 크리스천 다토 오모 요 났던 데스. 그렇기 때문에 나는 이제 그리스도인이 되었다고 생각하게 됐습니다. 나케도 마리노 스토타치와 다레모 보코 크리스천 티카니 시테 쿠레마세. 그런데 내 주변에 있는 사람들이 나를 그리스도라고 전혀 인정을 해주지 않습니다. 그래서 내 쪽에서 그런 것을 말하지 않으면 안 됐습니다. 한 그리스도인 형제가 있었습니다. 그거는 먼저 믿은 분이었습니다. 그 먼저 믿은 이분에게 내가 이렇게 물어봤습니다. 나도 믿는 사람이죠. 그리스도인이죠. そうすると違うと言われたんですね。 그랬더니 그분이 아니 이 말했습니다. 난데 크리스천 じゃないんですか? とこう聞きました。 그 다음에 제가 그러면 내가 왜 그리스도인이 아닌가요? 물었습니다. そうするとお前に罪がわかるか? と言われたんですね。 그랬더니 그분이 나에게 말을 너가 정말 죄가 있는 걸 아느냐고 물었습니다. 아, 와카리마스 했던데스네. 제가 아, 알고 있습니다. 1つあります と 했던데스네. 나 죄 하나 있습니다. そうするとその크리스천も言いました。 그랬더니 그분이 나에게 또 말했습니다. 오마이노 츠미야 히토츠 도쿠로카 모토 아루 토 이와레탄데스네. 너 죄는 하나만이 아니고 더 많이 있을 거야 그랬습니다. 시카시 와타시와 난데 손 히토카라 손나 고토 이와레나케바 나라나이노카 와카리마센 데시타. 그런데 그때 제가 그 사람으로부터 내가 왜 죄가 많다는 얘기를 들어야 되는지 이거 이유를 알 수가 없었습니다. 난데 와타시노 세이카토 소코마데 시테룬다 토 모이마시타. 어떻게 해서 내 생활을 그 깊이까지 아는가 이런 생각을 했던 것입니다. 히토니 타시테 츠미가 모토 타쿠산 아루 도 토 이와레타노니 하라가 탔탄데스. 남한테 죄가 많다고 이러한 얘기를 제가 들었을 때 화가 났던 것입니다. 그래서 그래서 그때 더 이상 그 말을 듣고 싶지 않았습니다. 그리고 그 사람하고 함께 걸어가는 것도 싫었습니다. 그리고 그 사람하고 다른 길로 해서 돌아왔습니다. 그런데 그날 밤 내가 집에 와서 내 마음속에 많은 변화가 생겼습니다. 自分の人生というか短い人生なんですけれども彼が言った罪ということをもう一度考えてみるチャンスが与えられたんです。 내가 지금까지 살아온 모든 이런 것들을 생각을 해보면서 그가 말한 죄라는 것이 무엇인지 생각해볼 수 있는 チャンスが 있었던 것입니다. 私には一つの大きな罪がある。それは一つ私の心の中にいつも大きな重荷でした。 내가 죄가 하나 있다고는 것 이것이 언제까지나 나에게 마음의 무거운 짐이 되었던 것입니다. 시카시 소레이가이니 모토 모토 쯤이가 아루토 이와레타 코토와 이가이데시타. 내가 이 큰 죄 그 이외에 더 많은 죄가 있다고는 얘기를 들었을 때 의외의 일이었습니다. 와타시와 소노토키카라 시바시 쯤이니트이테 이에데 칸가에마시타. 저는 그때부터 나의 죄에 대해서 또 죄에 대해서 생각할 수가 있었습니다. そうすると今まで自分が行ってきたことがどんなに悪いことであるかということに気がついたのです。 그때부터 저는 곰곰이 생각하면서 내가 해온 일들이 얼마나 악한지 죄인지를 생각하게 됐던 것입니다. 今度は逆に 教会に行くことができないようなものだと思うようになったのです。 이번에는 나 같은 사람이 내 같은 죄가 많은 사람이 어떻게 교회에 가는가 나는 교회에 갈 수가 없다 이렇게 생각하게 되었습니다. 나도는교회에行くのは正しい人が行くところだとこう思うようになったからです。 왜냐하면 교회에 가는 사람은 죄 없는 사람이 착한 사람이 가는 것이라고 생각을 했기 때문입니다. 私のような逆にこんなに大きな罪人になっちゃうと逆に教会に行けないなと思うようになったのです。 나와 같이 죄 많은 사람이 교회에 간다고는 것은 안 된다. 나는 나 같은 사람이 교회에 갈 수가 없다 생각을 했던 것입니다. 뭐 아시다카라 교회야 바이블 클래스에 그로 야미오토 결심을 했습니다. 이제 내일부터 성경 공부하는 그런 클래스에 가는 거 이건 난 이제 갈 수가 없겠다고 생각을 했습니다. 次の日学校に行くと先輩が私の教室に訪ねてきてくれたのです。 그 다음 날 학교에 갔더니 그 먼저 믿은 이 분이 우리 교실에 찾아왔습니다. 선생이 呼んでるから 一度 話しに行かないか? とこう聞いてくれたんです。 선생님이 너를 부르는데 선생님 말씀을 한번 들으러 가보지 않을래? 하고 이야기를 했습니다. 私は嫌々でしたけれどもその言葉に従いました。 저는 참 싫었습니다만 그 말대로 함께 따라갔습니다. そして先生と真っ正面になって話を聞くことができたのです。 그리고 선생님과 단둘이서 정면에서 선생님 말을 듣게 되었습니다. そうすると先生が開口一番こう言ってくれました。 그랬더니 선생님이 첫 번째 이런 말을 했습니다. 오카모토, 오마이와 츠미가 와카루카? 또 키카레탄데스네. 오카모토, 너 죄 있는 거 알겠느냐?
아이와타시와츠미가와카리마스듣기ました네저죄가있습니다이걸알고있습니다헌토니오마이와츠미토난다요또그이때그랬ました정말너는죄가있어와타시와소노토리지분와츠미토데스또그고타이ました그때그선생님의말씀대로예저는죄인입니다죄가있습니다하고대답을했습니다소스토선생은今度와카리야스크예수그리스도의것에대해話をしてくれたんです그랬더니이번에는알기쉽게예수그리스도에대해서말씀을해주었습니다このイエスキリストがあなたのために十字架にかかって死んだんだよって話をしてくれました예수그리스도가너를위해서십자가에서죽으셨어말씀하십니다その十字架については本当に深い内容でした이십자가에대한것은정말깊은내용이었습니다この先生は話をするのが非常に上手な先生です이선생님은말씀을잘하시는분입니다普段の授業でもうまいです보통수업때도말씀을잘하시는분입니다だから生徒たちからものすごく人気のある先生でした학생들에게있어서굉장히인기있는선생님이었습니다しかし聖書の話をするともっともっと熱心に分かりやすく話をしてくださった그리고더군다나이성경말씀을하실때에는더열심히아주자세하게알기쉽게말씀하시는선생님もう自分の目の前にキリストが十字架にかかっているかのように説明をしてくれたのです마치내앞에십자가가있고십자가에달린것처럼현실을보는것같이말씀을하시는분입니다その罪のためにキリストがお前に代わって十字架にかかって死んでくれたんだということを語ってくれました너죄를위해서예수그리스도가그십자가에죽으셨다달리셨다하고말씀을하십니다私はなんとなく心の中に深く感動を覚えました저는왠지모르게마음속에많은감동을받게됐습니다そしてそのキリストは3日目によみがえってくれたんだよと言ってくれたんです그리고이그리스도는죽은지3일만에부활하셨다そして罪のための支払いが全部終わったことを証明するためにキリストはよみがえってくれたんだということを言ってくれました그리고이죄를위해서죽으시고죄가다용서됐다는것을증명하기위해서3일만에다시부활했다고말씀하십니다そしてこれを信じる者は全部救われるんだよとこう話をしてくれたんです그리고이것을믿는자는모두가다구원받는것이다고말씀을해주셨습니다私はその時初めて聖書の話がこういうものであるかということを理解したのです그때저는그선생님의말씀을들으면서성경얘기가바로이러한얘기로하고이해할수가있었습니다뭐수개월동안성경말씀을聞いてきたんですけど頭の中に一つも残ってないんです이수개월동안성경말씀을들었지만제머리에남아있는것은아무것도없었습니다선생님도話をしてくれてたんですけどもここ頭の中に残ってないんです이선생님도성경말씀을해주셨습니다만제마음에남아있는것은하나도없었습니다しかしその時の光景もその時の雰囲気も全部その時の話も今でも覚えています그런데그때선생님이말씀하시는그광경그분위기그말씀내용모든것을지금도기억을하고있습니다아마이와그리스도신지를까내가그리스도를믿느냐私は心から信じますと言いました。저는마음진심으로믿습니다했습니다そしたら、そしたら私の後について言ってごらんと言ってくれたのです。그렇다면내나를따라오느라고말씀을하십니다キリストは岡本康氏のために罪に十字架にかかって死んでくださいました。그리스도는岡本康氏를위해서십자가에서죽으셨다そして3日目によみがえってくれました。くださいました。3일만에부활하셨습니다私は本当に罪人で今イエスキリストを信じます나는정말죄인이고예수그리스도를믿습니다それを分けて分けて分けて言ってくれました그것을부분적으로나눠서말씀을해주셨습니다私はその後に彼の言葉の後について言いました저는그다음에그의이제기도하는것을따라서나도기도를했습니다そしてその言葉を聞いたときに今度はお前一人で言えるだろうと言ったんですね그의기도를따라서했는데그다음에이제는너혼자한번기도해보라고했습니다神様の前に一人でその言葉を言ってごらんと言われたんです이하나님앞에서혼자한번기도해보라고했습니다私はその時初めて一人で言いました그때저는처음으로혼자서기도할수가있었습니다途中で戸惑うこともありました중간에멈추는것도없었습니다しかし最後まで言い切ったのです마지막까지할수가있었습니다そして先生は喜んで手握手をしてくれました그랬더니선생님이기뻐하면서저에게손을잡아줬습니다今日救われたんだよと言ってくれたんです너오늘구원받았다하고말씀하십니다しかし私は救われたという意味は分かりませんでした그런데제가구원받았다는그의미가무엇인지몰랐습니다そしてみんながいてる教室へと連れて行かれたんです그런데모든학생들이있는그교실로저를데리고갔습니다そして教室でみんなから岡本さんは今日イエスキリストを信じましたとこう紹介されたんです그리고다른학생들한테소개를하는데
오늘오카모토학생이구원받았다하고소개를해줍니다そうすると50人ぐらいの学生たちが全員大きな手で拍手をしてくれておめでとうと言ってくれるんですね그런데그안에50여명의학생들이있는데모두축하합니다하고박수를쳐줬습니다しかし私意味もわからなくありがとうございますありがとうございますと言ってたんですね저는그의미가무엇인지모르고고맙습니다고맙습니다하고인사를했어요なんで拍手をしないしなければならないかなんで私はありがとうございますと言わなければならないか全く意味わかりませんでした왜나를위해서박수를쳐주는지왜내가고맙다고해야되는지그참의미를몰랐던것입니다そして私は家に帰ったのです그리고나서내가집으로돌아왔습니다そしてまた同じように静かに考えてみたのです그리고집에와서조용히생각을하게됐습니다その時に初めてキリストの十字架が自分のものとして受け入れたことを分かりました그때조용히생각하는중에정말십자가가나의것이라고하는것나때문에십자가가필요했다고하는것을알게됐습니다その時本当に心の中に喜びがいっぱい満ち溢れてきました그때제마음속에서기쁨이가득차올라게됐습니다そうすると何か知らないけど賛美歌を歌いたくなるんですね그런데뭔지모르지만내속에서찬송을부르고싶어졌습니다しかし数ヶ月もう1ヶ月か2ヶ月ぐらいしか行ってませんから賛美歌も覚えてるってことまでないんですね그런데제가그성경공부하는곳에참석한지가불과 2, 3개월밖에안되기때문에이찬송을기억하는것이없습니다しかしそんな少ない中でももう知ってる歌をもう喜んで一人で歌ってたんです그런데그얼마안되지만그래도아는찬송이것을속으로부터부르기시작을했습니다아これが信じるということなのかと初めて理解しました아이것이믿는것이구나하고비로소이해할수가있었습니다아本当にその時私の心の中にもう喜びでいっぱいになったんですね그때제마음속깊은곳에서부터기쁨이가득차게됐습니다翌日友達と一緒に山に登りに行きました그다음날친구와함께산에올라가게됐습니다私の趣味は山登りです제취미는등산하는겁니다ですから山に行くのは大好きです그래서산에가는것을대단히좋아합니다友達が2人一緒に山に登り行ったんですけども친구둘이함께산을올라갔습니다しかし彼らはクリスチャンではありません그런데그들은그리스도인이아닙니다いや私だけがその時イエスキリストを信じてたんです그때나만이예수그리스도를믿었던것입니다ですが私は山に登りながら一人で歌を歌っていました산에올라가면서나혼자이찬송을불렀습니다一人で歌を歌っている時に友達は怪訝な顔をしたんで変な顔をしたんですね나혼자찬송을부르고가니까이친구들이이상한얼굴을하고나를쳐다봅니다なんだその変な歌はと言ったんですね너뭐이상한노래를부르냐なんだ彼らにとっては賛美歌は知らないんです왜냐면그들에게있어서는이찬송을모르기때문입니다だから変な歌と言われたんですね그래서이상한노래라고이야기를합니다お前の歌ってるのはどこの民謡かと言われたんですね내가부르는게어느나라민요냐하고물었습니다私の歌は民謡にしか聞こえなかったんです내가부르는찬송을그들에게서는민요로밖에들리지않았던것입니다しかし私は真剣に真剣に歌を覚えて歌ってたのです그렇지만저는신중하게신중하게이찬송을불렀습니다皆さん私は本当にその時信じた喜びでいっぱいになりました그때저는참이믿은것으로인해서마음이기쁨이찼습니다その時からキリストのために生きたいと思うようになったのです그때부터내가그리스도를위해서살고싶은이런생각으로가득차게됐습니다私は最近ですけれども非常に大きな喜びに満たされています저는최근의일입니다만큰기쁨에차있습니다それは何かというと그게무엇인가하면それは自分に初めて自分の生涯を表す聖書の言葉に出会ったからです나에게있어서내생애에나타난하나님의말씀이있기때문입니다好きな聖句は何ですかと聞かれるといろいろありすぎてあまりこれだっていうことができなかったんです저에게있어서그러면형제님이좋아하는이말씀이성경구절이어디입니까하면너무많아서그것을댈수가없었습니다本当に好きな聖句はどれですかと言われたら私は長い間答えを見つけることができませんでした정말좋아하는그성경구절이어디입니까하면오랫동안세월이지났고또너무나많이있기때문에이거다할수가없었습니다しかし最近本当にその好きな聖句に出会って今喜んでます그런데최근에그제가좋아하는이성경구절을받았습니다그래서기쁩니다最後にその聖句だけを見て終わりたいと思います마지막으로이성경구절을읽고마치도록하겠습니다創世記の 48章창세기48장입니다創世記の48章の15節を読んでください창세기48장48章の15節15절입니다읽겠습니다
그가 요셉을 위하여 축복하여 가로되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭의 섬기던 하나님 나의 남으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 この中に今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神と書いてあります。 48章の15節。今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神と書いてます。創世記15節。 지금까지 인도하신 목자라고 기록이 되어 있는데 우리 성경에는 조금 다르네요. 日本語の聖書は今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神と書いてます。 일본어 성경에는 지금까지 나를 계속 인도하신 목자 대신 하나님이라고 기록이 되어 있습니다. 私はこの日までずっと神様が導いてくださったということに感動しました。 저는 지금까지 하나님께서 계속 인도해 주셨다고는 이 말씀에 감동을 받게 됐습니다. クリスチャンになってから山あり谷ありいろんな人生を送りました。 이 그리스도인이 되고 나서 산이고 계곡이고 여러 인생을 걸어왔습니다. 嬉しいことも悲しいこともいっぱい経験しました。 제가 기쁜 일, 슬픈 일 많은 것들을 경험하게 됐습니다. しかし神は私をいつも羊飼いのようにして導いてくださったのです。 그러나 하나님께서는 나를 목자와 같이 인도해 주셨습니다. 信仰生活を持って今でも45年近くなります。 제가 믿음을 갖고 나서 45년 가까이 됩니다. しかしその間まで神はいつも私を愛して導いてくださいました。 이러는 동안에 언제나 하나님께서는 나를 인도해 주셨습니다. 神様を信じて生きていくということは本当に素晴らしいことです。 이 하나님을 믿고 살아간다는 것이 참으로 놀라운 삶입니다. そしてその信仰も神様が与えてくださいました。 그리고 이 믿음도 하나님께서 저에게 주신 것입니다. 皆さん方も本当に信じてその中に導かれていく人生であれば幸いです。 여러분들도 이분을 믿고 이 인생을 보내신다면 가장 축복된 인생의 길이 될 것입니다. 감사합니다. 감사합니다.